ちゅんくん、ぽんちゃん。朝からちょっとバトルをしていたお二人ですが、おとなしく日に当たっています。ちゅんくん、ぽんちゃん。面白いね、君たちね。仲良くして、で、一回バトって、うん、そしてまた仲良くして、おやすみ。ジャン君、ジャン君、興味津々からスタートです。ありがとうございます。またプレゼント届いちゃいました。どうもありがとう。これは除菌ですね。除菌のジョアン。うん、コマーシャルで見て、これありがたいんだよね。ちょっと気になってたんだ。朝、うん、公民館にね、次亜塩素酸水を汲みに行っている今状態なので、うん、これ一本あるとまた助かります。ありがとう。そして、まあ、手近なところからちょっと、タイプ違いますが、これは。またたび入り猫のおもちゃ。これはなんかパンケーキ、クッキー、チップス入りクッキーみたいな感じ、ね、クッキーかな。どっかに書いてないかな。チップスじゃなくてなんだっけ、チョコチップか。チョコチップ。でもさ、そしてクロワッサン、お皿になってるよ。お皿の上に置いてあるって言ってたね。はい、ありがとうございます。これだんだん集まってきました。そうだね。そしてまたタイプ違いますけど、チョコ。これはなんかバレンタイン、早めのバレンタインということでいただいちゃいました。ありがとうございます。そしたらチョコシリーズを、まあ純不動で、はい、いいよ。これは猫、猫、こっちはね、動物シリーズ、こちらは猫シリーズになります。すごいおしゃれな、かわいい、ね、バレンタイン待たずに食べると思います。ありがとうございます。チョコ好きだもんね。これはチョコミント。ミントチョコです。はい。はい。そしてこれ、これちょっとかな。あ、チョコレートチョコって書いてある。はい。チョコせんべい。あ、せんべい。へぇ、おせんべいにチョコがコーティングしてあるやつ。うんうんうん、っていうことなんだね。うんうんうん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこれは？これは、絵本だと思う。シーサイド。お、今入った。海辺のテディ。海辺のテディ、海辺の秘書地みたいな。そう。はい。絵本でーす。絵本をありがとう。ありがとうございます。なんか外国の絵本。このような感じでーす。おしゃれだね、これとかも。かわいい。これなんか恐竜？恐竜じゃないと思う。なんかダークウッズ。わからないけど英語力なくてもう一つわからないけど、森でさ、動物さんが、はい、うん、スマホの翻訳で読みます。カエルさんが釣りしてる、はい、そしてムーミンのカレンダー、はい、あ、カレンダー、はい、ありがとうございます。これはあ、お買い物用のやつ。あ、そうそうそう、これね、今水色もらったやつね、重宝してめっちゃ使ってます、うん、はいはい、それの赤バージョン。なんだっけ、あれ、エコバッグ、あ、そうそうそう、はいはい、よくわかったね、はい、エコバッグです。そしてまたたび、よかったね、ジャン君。またたび、またたび、これもこれもまたたび入りって書いてあった。はい、これはアルコールか、除菌、除菌、除菌かな、はい、アルコール、どっちが表だ、こっちか、こっちだと思う、これか、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてヘッドホン、ヘッドホン、種類別にできなくてごめんね、うん、でもこれ、外で聞くのにいいよ ね、 ね、はい、ということで、これは何だろう、これなんかシールだね、あ、折り曲げ現金の付箋があるんだ、はい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 、へー、封筒とかに貼るやつね、ということだね、うんうん、ご飯をあげる、お散歩に行く、
はい、これは？これも付箋かな。これも付箋かな。はい。うんうん。そういうのに使ってね。にゃんこの飼い猫用というのね。うん。それから、これはミニガンレスの。はい。はい、ニガンレフカメラありがとうございます。というのは嘘で、ニガンレフの形をしたこれシール、シールバレンタインチョコって書いてあるよ。あ、なんかチョコなのか。そうだね。はい、ニガンのカメラなんて高くて持てなかった、黒剣昔ね。うん、今後かわいいな。デジタル系はどうなんだろう。こういう形で洒落たデジタルカメラとか出るかな。面白そうだ。うん。あ、いた。あ、チョコ入ってます。はい、はい、はい。あ、ほら見て、フィルムの、あ、コダックだね。うん。はい、おしゃれ。ベニホッペイチゴミルキー。おいしいよね、ミルキーね。ミルキー懐かしい。そして、コウメショコラ。へ、珍しいものがどんどんあるね。コウメさんのチョコなんだ。杏仁豆腐飴。へそしてお、いっぱい。ムーミンの、うん、ディッププレートっていうのは何だろう。あ、ディップ、あれじゃない、あの小皿だよね。あの、お醤油とか、はいはいはい、マヨネーズとかそういうの入れるディップ。猫のやつと同じタイプね。そう、あ、スナフキンだ。スナフキンです。かわいい、スナフキン。そして、ムーミンの、うん、はい、わからない、これだけだ。なんだろう、75周年とかなのかな。あ、そうなの。あ、ほんとだ、75周年。お、開けられない。よし、上手に開けられない。にゃ、あ、上手に開けられません。あ、いたいた。あ、コップだ。はい、ムーミンのカップ。カップです。すごいシンプルね、かわいいね。はい、どうもありがとう。そしてこれもそうかな、バラティースティック。これはドトールのコーヒー。いつもありがとう。ということで、これでいった。あ、まだあった。かわいい、はい、猫が笑ってる顔みたいなやつね。かわいいね。こういう巾着なんだ。猫になる、耳になるね。ね、かわいい。はいはい、こんなかわいいやつの中に、はい、猫の柄の全員悪猫って書いてある。なんかテープと、はい、とマスキングテープと、ネズミさん、これ加えて投げるようだね。うん、ジャン君やる。かわいい。そしてこれはミミズクかな。え、違うよね、ペンギンじゃないの。ペンギンが猫をかぶってるってこと。猫をかぶったペンギン、もう難しすぎる。面白い。あ、これパコってやると猫になるのかな、ここに。はい、どうもありがとうございます。あとね、こういうのも入ってたよ。この、ね、袋がね、うん、袋がね、はい、かわいい袋。そう、この袋とこれとお買い物の時に便利なんです。でっかい袋。なんかさっきここをジャン君通ってジャン君上に行っちゃった。はい、ジャン君ありがとうございます。よかったね、ジャン君おもちゃもらったよ。ジャン君チェックしに来たんだ。ジャン君登場。あ、これね、またたびの香りがするやつなので。そうなの、ね、さっきもちょっとジャン君気になりました。そしてポンちゃんも来たか。ポンちゃん来た。ポンちゃんチェックよろしく。ポンちゃん踏まなきゃ。ほら、ポンちゃんチェックは、ポンちゃん、ポンちゃんチェック。こっちから持ってて、うん、はい、はい、ポンちゃん、ジャン君どうぞ。ポンちゃんチェック、なんか見ようね。ポンちゃんチェック、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 ポンちゃん、ポンちゃんチェック。ジャン君もこれあるよ。はい、はい、どうぞ。髪のとこ踏みました。ジャン君を取っとかなきゃね。ジャン君はいつでも。ということで、男前だよ。はい、ということで、なんか本届いた。世界猫歩き、あるがままに水と太陽の、違う、大地の猫家族。私が見に行きたいやつ。
劇場版世界猫歩きです、はい、岩合さんの本いただきました。写真集です。写真集というか映画のパンフレット的なものじゃないかと思うんですけど。それとこれは猫のノートいただきました、うん、そして黒猫まみれ、これ何、黒猫だけが持ってるの。そうなの、最近そういうのがあるんですよ。なるほど、ポンちゃんです。ちょっとスリムだったね、ポンちゃんより。ということで、他にもたくさんいただいております。パッションフルーツのキットカット、また珍しい、うん、珍しいね。そしてこれは A4 の、インクジェットプリンター対応、これは写真用紙ということでね、ありがとうございます、助かります。そしてまおいさん大好き干し芋、はい、ありがとうございます。大好きです。まおいばあちゃん大好きです。大好きです。そしてこちらは、体に良さそうなナッツだね。ナッツとチーズ入りか。チーズが入ってるんだ。うまそう。よし、これはもうすぐ食おう。これはね、二人とも大好きです。うちはナッツとチーズ大好きです。そして、これなんかちょっと変わったもの。何それ。これあれだね。湿気を出すやつ。あ、ほんと？スチームっぽいやつだね。あのね、そうだね。見るときに、あ、ごめんね。そっち持ってっちゃうと、まおいさんがっつり映るからね。あ、そっか。だってね、はい、見えないんだもん、目が悪くて。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これシューって出るやつね。うんうん、そして、これなんか、まおいさんの絵かと思ったら。違うの。大好きな、私の大好きな、樋口優子さんっていうイラスト。この缶は高いんだよってさっき言ってた、ね。そう、この人のね、グッズはね、うん、高いんです。ほら、かわいいでしょ。いずれ、まおいさんもこうなるといいなっていうことですね。すっごい、いずれって言ったって、もう俺らにあと何年残ってるんだってことだけどね。そうだよ、この人のね。頑張ります。絵本とかもイラスト集とか大好きで、うん、はい、本しか買えてません。わかりました。ということで、これはコロナだね、うん、これ一番私は使ってるやつです。はい、洗って使えるから。あとメガネが曇りにくくて、ね、とってもいいです。めったに画質黒けはしないので、最近出るとき必ずねマスク忘れるので、またちょっと考えを直さないとね、ちゃんとマスクするっていう風にしないと、ね、うん、ちゃんとね。そしてこれすげえわ、ベニホッペの、ジャム、ジャム、いちごジャム、うまそう、すごい贅沢、ベニホッペ。そして、これはですね、ジャン君のチュール、チュール、チャオチュールの、下部尿路配慮鶏ささみ。ちょっと残念なことなんですが、病院からはとりあえずチュールは何でもダメっていうふうになってますので、うん、改善した時にね、うん、まあちょっとぐらいチュールあげてもいいよって言われた時用に取っときます。うん、普通のチュールではなくて、配慮したチュールということで、うんうん、それがいつになるんでしょうか。ですがこのまま取っといて大丈夫なんだろうね。大丈夫大丈夫、全然、はい、うん、ありがとうございます。そしてちょっと乱暴にいきますよ。大変なものが、そんな、はい、いっぱい、いつものやつ、このガチャガチャシリーズ。あ、これだった。これなんだろう、缶バッジ、猫の缶バッジ。後ろになんか黒い猫ちゃんがいるよ。ほほ、これもちょっと後で、この系は開けるのに時間がかかりますので、後ほどまとめてご紹介します。あ、これは付箋にゃんこの11匹の猫だっけ、なんだっけとかいう絵本っていうかの付箋。はい、ということで後ほどまたもう一回やります。うん、ありがとうございました。ここにもいた。はい、ガチャガチャオープンされました。されました。カメラの影になっちゃう。はい、こんな感じです。さらにこれは前にもらったやつも含めてこんな感じです。これ多分ね、コンプリート、ね、コンプリートされています。すごいね、こうやつね、インコさんバージョンと野鳥さんバージョン、
そしてこれはどうも、鍋式のようです。それからこれ缶バッジではなくて鏡でした。ほら、ね、鏡です。そしてこれちょっと面白いの、かわいかった。はい、はい、いきます。ビヨンビヨン、今や若い子はこれ何かわからないでしょ。これマッチ、はい、あ、そっか、マッチを知らない世代多分今出ていますが、僕らには懐かしい。でもマッチの中から猫が出たことはありません。かわいい、はい、かわいい感じのもの、よく考えつくな、これ。ね、本当だ ね、 ね、このレトロ感かわいいしね。かわいい、はい、どうもありがとうございました。また楽しめると思います。いい、動画の中にちょっとずつ出すっていうのもまだ最近ちょっとやってなかったけどね、うん、やります。ね、かわいい、はい、そしてコレクション